おっしゃー、リオロスです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。ひょっとしたらドラゴンクエストシューティングになるかもしれませんけども、はい。いやー、まあ暗い洞窟とかも見てきたんですけども、見事に何もなかったで見事に何もなかった。あるのはね、うねうねパスタの元の触手だけなんで、はい、もう行っちゃおうかなと思います。はい、最後にみんなにお話聞いていこうかな。こういう子は話したりする？しない。あらよう死神くん、友達になったばっかりだけど元気でな、うん、アデンさん、これが滅びの日か。この世界と同じく我らも幻ならば、船箱舟でどこまで耐えれるかは分からん。まあそうだよね、結局僕いなくなってこの箱舟どうなんのよって話だけど、どこ飛んでくのよっていうね、うん、しかし必ずなんとかなるだろう、お前とみんなで作った箱舟なのだから。はあ、アデンさんも割とこの中では新人なのにもうだいぶ信頼されてんな、うん、でおじさん、おお、ついに超スーパーカーが完成したんだな。あ、それだけ？おじさんそれだけ？けけけけけけ。ヨウジさん、ありがとう、お世話になったよ。ニオロス、私はビルダーのあなたに新しい価値観を作られた気がします。いいえ、私たちは創造と破壊について難しく考えすぎていたのかもしれませんね。あー、まあな、そうだよな、まあしょうがないよな、ハーゴン教団で生まれて育って、うん、下手すんとハーゴンに、うん、作られた存在だからな。うん、リオラス、もう一度お前たちに会えて俺様は本当に嬉しかったんだ。離れ離れになったダチともう一度会えることぐらい嬉しいことはない。あんなね、ちょっとだったのにもうダチって言われちゃって嬉しいね、うん、最初は首切られそうだったのにね。お前も早く破壊神様と再会できるといいな。ありがとうよ、キッシム、うん、よくぞ生きててくれたよ。ビルダー、そろそろ出発の時だな。俺たちのことは心配するな、貴様は自分の友達を必ず救い出してこい。はい、ありがとうございます、行ってきます。船長もまた、うん、お別れだけど元気だな、うん、地獄さんもね、最後に、うん、いい人になったよね、いい人ところでリウス、突然ではあるがお前はモンゾーラという島を知っているか？ああ、知ってるも何も、最初に行った島だぜ。そこで私の弟子のマギールと。お、マギール弟子？あ、やっぱりそうなんだ。うん。まあ、同じような格好してるもんな。マギールさんはなんだっけ？なんていう魔物なんだっけ？うん、忘れちゃったけど。地獄さんは地獄の使いだよね。うん、だマギールさんも魔法、マギなんとか、うん、あ、そういう名前だったっけ？忘れちゃった。うん、マギルという魔術師が副総督を務めていたな。ああ、お世話になったよ、マギルさんには、僕の師匠ですよ。うん、随分昔に一度私に手紙をよこしてきたところ、ほうほうほう、自分は少しだけものづくりに興味があると。おお、こっそり出してたんだ、あのタイミングで。マギルさん、もう最後の最後にね、ビルダーになったんだよね。うん、私はその時あやつを叱りつけたが、今マギルの気持ちを分かる気がするぞ。うん今マギルさんよりもビルダーだよね。うん、メタツ、世話になったな。メタツをついてきていいんだぜ僕ずっとリオルスと一緒にいたいけど、でもわがままは言えない。リオルスの友達なら僕の友達だ。友達の指導を助けてあげて。だからついてきてもいいのじゃよ僕もキシもグリムも、そしてキラージーもリオルス応援してるよ。キラー味いいな。けけけ、リオラス、そろそろ出発か。おいら、お前がたまに見せる屈託のね、笑顔が実は好きだったんだ。あ、実はそれはずっとずっと見せてる笑顔だったんだけどな。うん、最近ではたまにだったんだね。あ、寂しいな。お前には笑顔が似合う。早く友達を助け出して、いつも笑顔でいるよな。そう、いつも笑顔でいたんですよねえ、もうあれ以上だっけ？もうちょっと言い過ぎてわけわかんないよ。猿のおじさんは喋ったりしないか。ゲゲゲ。ありがとうな、みんな。
こういうの持ってった方がいいのかな。いつの間にかキノコも増えてるような気がするけど。まあマウンテンも飯が10個もあれば大丈夫でしょう。これ体力も回復するからね、もう完全にラストバトルしろよってことだよねこれきっと。お腹も増えるし、うん、体力も回復すると。じゃあ行こうか。もう思い残すことはないか。もう全員集合してるかこれ。叩いても来ないよね、うん、来ないな。やっぱりよし行くか。乗る乗るよ。ピピピピピガガガリオロス準備はいいのか。え、これキラージー、やっぱりキラージーじゃないの。やっぱり普通に会話できんの。普通に会話できんじゃん。ほほほ、わしじゃキラージーじゃ。おはは、なんだ普通に一緒に行けんじゃん。よかったよかった。まあそうだよね。お主はわしが認めるテクニシャン。あ、それそれあれゴルドンにも言われたな。お前なかなかテクニシャンって。お主ならこの車も操れるはず。よく聞けリオルス、今のままではハゴン城に近づけん。まずハゴン城の結界を壊すのじゃ。3匹だっけ。うん、各地の結界を守る黒い魔物を倒しハゴン城に乗り込め。場所は三神館から聞いたであろう。え、聞いた。ああ目的地に表示された。うん、よしよしよし、リオルス、わしの石はもう消える。ちょ、なんで消えるの。消えることなくない。だってもう、あの、ゴルドンはだってずっと喋れるんでしょ。うん、話せる猛攻が最後じゃ。なんでやね。振り向くな、諦めるな、進めリオルス。最後に急に流暢な言葉遣い。車で空を飛ぼう。飛び立つ、高度を上げる。高度を下げる、レーザーを打つ。え、なんか思ったより特殊だな操作が。上下じゃないんだ。普通こういう時ってアナログの上下で飛ぶようなもんだけど。えっとおお、ちょっとみんなのなんか今セリフがなんか熱かったな。どうかお元気で、無事を祈ってるぞ。今までありがとうな、マスタービルダー。さあ指導さんのところで会えてよかったぜビルダー。グハ、達者で行けよ。あ、達者でな、空飛ぶビルダー。おお、ハーゴン城でゴロついてこいよ。ありがとうビルダー、船は任せろ。さあ出航だ。本当に飛んでるでゲス。闇を、ああ、そうだ。ドラーラと話してなかった。ここにいたのか。ごめんな、ドラーラ。今から降りられたりする、これ。今からでも降りられたりする、降りられたりする、降りれる。ドラーラ、ちょっとドラーラとお話ししてないよ。ドラーラ、ドラーラがいたよ。ドラーラなんかちょっとだけいて影薄かったもんな。嫌でゲス、このまま滅びるなんて絶対に嫌でゲス。必ず生き延びるでゲス。でもってまた再会するでゲス。いつか空っぽ島を見てみたいです。おお、ついてこいよ。以上だよね、本当に。うん、以上だよね。よし行こう。これで思い残すことはなかろう。乗るぜ。つい罰をしちゃうな。で、R2 で進む。で、L2 でバック。R1 は特にない。で、十字キーで、下を向く。え、下を向く、上を向くだけか。え、しかもレーザーは結局向いてる方じゃなくて、前にしか飛ばない。これ難しいな。で、敵は？あ、ここ。こんなとこと？あ、ここと？あ、ここなんだ。あ、ハーゴン城を守ってるわけじゃないんだ。なるほど。よし、じゃあ一番近場なのは左後ろ、こっちだね。あー、風呂作ったな、ここにも。最後に入ってくればよかったぜ。この先にボスが、あれか、黒い魔物が襲ってきて。もうちょっと座標上に、この辺。あ、これなんだっけ、メドーサボールのなんだっけ。あ、名前思い出す前に倒しちゃった。弱。普通にボス戦ぐらい の濃厚なバトルをすると思ったら全然余裕だった。あとはこれをもうちょっとまっすぐ。ああいいのか、白か。あ、もうハーゴン城どうなの、どうなの、やっぱ入れないの。わ、すげえ作り込み。ああ、入れない。入れない。じゃあ、あと次こっちだね。え、ってことはあれかな、ヒバ番号みたいなボスと、あと、なんだっけ、あと1匹。あ、いや、全部メドーサボールじゃん。全部メドーサボールじゃん。
あ、もう力技の方が早いわ。あ、じゃあ城の中に入ったらヒババンゴとか、あとなんだっけ、ギガンテスがいるのかな。あ、最初からこれで飛んで探索すればよかったな。これで探索した方が楽だったんじゃない。これ以上は進めない。なんでなんで、あ、あれがあるからか、バリアがあるからか。あ、これ一回横向くと当てるの難しい、当てるの難しい。あ、オッケーオッケーオッケー。これで探索すればよかったんじゃないの。結界を守る黒い魔物を倒した。で、バリアが、バリアっていうか、あ、ブラックハローは消えないんだ。やったのオリオルス、ハーゴン城の結界すべて壊せたよ。じゃあ喋れるじゃん。なん、キラージー喋れるじゃない。これが最後じゃんって言ってたんだけど、脳内には話しかけられるってやつか。ファッファッファ、再陸じゃこっちじゃぞい。あ、これ違うな、白ジーか。あ、白ジーだ。そうだ、この喋り方は白ジーだと思ったら本当に白ジーいた。あ、じゃあキラージーさんじゃなかったのか。キラージーさんが脳内に話しかけてきたと思ってたのに。白ジーもこっち来てたんだね。来てたっていうか、確かなんだっけ、キラージーもなんかハートになってたんじゃなかったっけ。ちゃんと実体としているんだ。え、これどうやって着地するの。ここに着陸するのじゃ。あ、こう、あー、普通に車形態に戻れるんだ。で、飛行モード、車モードっていうことね。あー、了解了解。おし、ロジー生きてたじゃん。むむ、どうした、ハーゴンにやられて死んだはずだと思ったか。これはわしの残像のようなもの。この残像も幻の世界とともにもう消える。あ、なんだ。なんか元イニシエのビルダーだからそういうのも作れるのかと思った。残像だって。リオロスよ、空っぽ島では結局ゆっくりと話せなかったのを。お主が石場に触れ、島を物作りで満たすたび、わしは自分の記憶を取り戻していった。を語られる、イニシエのビルダーのついに歴史が。この幻の世界の各地で物を作ったイニシエのビルダーとはわしのことだったのじゃ。もう隠しちゃって。ローレシアの幻に足を踏み入れたわしは、物作りなきこの世界で必死に物を作った。大樹もゴーレムもムンブルクの城も、そして各地のビルダーの金やパズルもな。パズルも作ったんですか。ああ、後継人を育てるためにか。やがて教団に追われたわしは空っぽ島に行き着き、そこで力尽きた。あれ、ああまあそうか、幽霊だったんだっけ。そしてあの島にわしというものづくりの意志だけが残ったのじゃ。わしは嬉しかったぞ、お主がこの世界にものづくりを復活させてくれて。ま、お主はわしなんかより断然すごいものを作ってくれたかな。え、そう。いや、今までの一から作るってなるの方がよっぽどすげえと思うけどな、うん、僕は過去に作られたものを作ってきたようなもんだしね、うん、ちょっと改造したぐらいで。してリオルス、お主指導のもとへ行くのじゃろう。いるんですか、やっぱり。あの青い炎を目印に進めば城の深部にたどり着けるじゃろう。もし道を遮る敵がおっても所詮は幻に過ぎん。ためらわず前へと進むのじゃ。さすれば立ちどころに消えてしまうじゃろう。ああ、戦う必要ないんだ、得意です。リオルス、お主にはちゃんと礼を言いたかった。いいって、もうそう、今さらね、そんな仲じゃないじゃない、うん、この年寄りにもう一度夢を見せてくれてありがとう。やめてやめてやめて。またカフェオレが必要になるからやめて。ああ、本当に消えちゃうの。まあ、もともとは意志だけの存在だったわけだからな、うん、あ、レリーフ。いや、まあまあ、さすがにここまで来てこんなもん収集しなくてもな、さすがにいいだろう、うん、よっぽど珍しいもんじゃなければ。はっ、さすがにあれを持ってきたい。何これ、ハーゴンの玉座。ハーゴンの玉座、はあ。こっちっぽい玉座の後ろとかじゃないんだ。この後ろに指導がいたりしない。さすがにいない、さすがにいない。ちょっと待って、ちょっと待って、足場は持っとこう、足場は持っとこう。全部閉まっちゃったけど、この後ろになんか隠れてたりするんじゃないの実は。あ、何もね。何もなかった。じゃあこれ戻ってく感じなの。お、
なんか声が聞こえな。ほう、貴様か、ビルダー。ここはウジ虫が這い回っていい場所ではない。消えるがよい。私の怒りに触れる前に。おお、座れる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 。おお、走れ走れ走れ。どうせ幻なんですよ、あれは。幻幻、そう、あれは夢幻、あれは夢幻。進め進め。で、青い炎の方に行けばいいって言ってたよね。青い炎の方。おっ、え、今一気に座れたんですけど。え、これどっから戻んの。え、どこに戻んのこれ。車、車スタート。またみんなのところから来たらちょっとかっこ悪いんだけど。リオルスよ、まだ倒れる時ではないぞい。さあ目を開けるのじゃ。あれ、一気に座れたな。おお、あ、こっからか。ここがセーブポイントね。え、じゃあこの壁をやっぱうまく使って、この壁をうまく使って、ちょっと走れ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 。急に座れるから気をつけないとな、うん、変なもん見に行っちゃダメだな。ここで一気に飛びすぎると、え、なになになに、え、なになに、ここ、急になんか落ちたんですけど、なになに、ここ、え、どこ行けばいいのこれ、どこ行けばいい。なんか座れる座れる。え、な、ちょ、わかんないわかんないわかんない。どうなってんのこれ、僕はどこに向かってんのこれ。え、これどうすればいい。ちょ、なんで、何これ、なんでこんなとこに落ちたの僕は。ちょ、どこ行けばいいのこれ。え、ガチで迷子。中入れば。壊せない。これ壊せない。これ一回死んだ方がいいか。これ一回死んだ方がいいか。なんか元に戻れないよ、これ。どここれ。なんで、どうしてこうなった。ん?なんでコースを外れた。戻れるこれ。いや、絶対死んだ方が早い。あー、安らかな寝顔。え、なんかいきなり穴に落ちたな。え、難易度高っここ。よし、行くぞ今度こそ。穴も気をつけなきゃいけないのか。この丸だけじゃなくて、どこで落ちた。この辺に見えない穴があったな。とりあえずあれに座れないように、この壁を縦にしてこうぐるっと行けばいいんだね。で、ここまっすぐ、いや、そこにブラックホールあるよね、この中か。で、ここでここ壁を作って、こう壁を作って。おーっ、ここで縄跳びが。あ、ギガンテスさん、久しぶり。でも戦わなくていいんだよね、確か。戦わなくていいって言ってたよね。あ、いて。ギガンテスさんの弱点は横。知ってるんだ。おアトラス。あ、アトラスか、ギガンテスじゃなかった。アトラスの影を超えたか。ビルダーはゴミ掃除が得意なようだな。いずれはそれも無に帰すつもりだったのだ。礼を言うぞ、ビルダーよ。え、もう消えたの。あ、消えちゃった。さようなら、アトラス。で、次はこっちか。いやー、ハーゴンさん親切だな。わざわざこんな道をシルベ残してくれてるなんて。うん。いや、これはひょっとしたら白ジーが残してくれたのか。うん。おおおお、なになになに、なに、なんだっけあいつ、なんだっけあいつ、なになにあいつ、あんなのいたっけ。めっちゃ爆発してるけど。破壊。お、座れる、めっちゃ座れる。え、でも3ダメージしか食らない。これもう行っちゃえばいいってこと。行っちゃえばいい、行っちゃえばいいよね。バズズの鍵を超えたか。あ、そうだ、バズズか。ってことは、アトラス、バズズ、あと、なんだっけ、なんだっけ、アデンさんと同じ、あ、黄色いアデンさん。これで我が城が少し静かになって、悪くない働きだ、ビルダー。いや、僕何もしてないですけどね。歩いてるだけなんですけど。あと、なんつう、あ、ベリアルだ、そう、ベリアル、ベリアル、ベリアルね。うわー、なんか下水道走らされてる感じ。
で、ベリアルさんがあのイオナズンポーズしてるわけでしょ、きっと、このから先に。あの、上に、指を上に突き立ててぐるぐるして、ほら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 、やっぱりベリアルだ。すべて壊す。これ、いっちゃっていいの？あ、いた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 、何かに当たる、何かに当たる。何かに当たる、何かに当たる。はい。ほう、ベリアルの壁を越えたか。いや、何も、うん、衝撃波がちょっと来たぐらいだったけど。これでゴミはすべて消えたな。悪霊の神々といえど、私の役に立たんならただのゴミ。そやつらにはもう何の期待もしておらぬ。さあ、そなたもここから消えよ。ウジ虫が大神語る私を煩わせてない。なこと言われてもね、お宅の上司にちょっと一発ぶん殴んなきゃいけない。お宅の上司を一回ちょっとぶん殴って目覚まさせてやらないといけないんですよ。これどっちに行けばいいの、これ。ん？ん？こっちでいいの？こっちでいいの？こっちでいいんだね。こちょ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 、歩きづらい歩きづらい、そこには置けません。なんか風吹いてる、これ風吹いてる、なんか流されてる、流されてる。ちょっと道わかんない。あれ、こっち、こっちでいいの？取れません。あれ、こっち、どこどこどこ、ここがどこで、じっとしてらんないの。あ、あ、いた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 、ハーゴンいる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 、ハーゴンいる。ちょっと後ろに流されるから、この辺にちょっとバリアを作っとこう、後ろに流されないように。ハーゴンさん、消えようと言ったであろう。貴様のようなウジ虫がここに何のようなのだ。だがオタクの上司をちょっと一発ぶん殴らせろって言ってんだよ。そして目を覚まさせてやんだよ。まさかシド様を倒しに来たとでも申すのか。倒しに来たんではない、一発ぶん殴らせにぶん殴りに来ただけだ。いいえ、ほう、では倒すのではなく取り返しに来たと申すか。まあそんな感じ。これは傑作だ。貴様、自分の立場は考えよ。勇者でもない、どこにでもいる村人同然の貴様が大神官と破壊の神に立てつくと、僕は創造神であるぞ。勇者ではない、創造神であるぞ。くくく、面白い。シド様は破壊神として目覚められ、お力を振るうのに忙しい。しかしどうしても相まみえたいのなら呼んでみるがいい。シドを呼びますか。いやな、ゴッタ。ほう、良いのか。どうしても相まみえたいならシド様を呼んでみようと申すのだ。シドを呼びますか。いやな、ゴッタ。ダメか、ダメなのか。シドリオルス、お前か、俺を呼んだのは。おう、ちゃんと普通にシド出てひん、出てきたじゃん。お前に会うのも久しぶりだな。感謝するで、リオルス。お前のおかげで俺は破壊の神として復活できたんだからな。あー、ダメだ。ダメだ、これは。やっぱり一発ぶん殴って目覚まさせてやな。本当にそれになるんだ。あれ、もうラスボスですか、本当に。破壊を司る邪神。貴様とのものづくり楽しかったぞ。空っぽ島も俺のお気に入りだった。だがやはり俺には想像など似合わない。破壊こそ我が喜び。ははは、リオロス、俺を復活させた褒美として俺が貴様を喰らってやろう。これで全て終わりだ。さあ、神の前にひれ伏すがいい。いやー、これはちょっと相当病んでるね。うん、とりあえず壁。破壊神指導を倒す。とりあえず壁を立てて防御してみる。相手の行動を探ってみる。あ、上から来る、上から来るですね、上から来るですね。上から来るのは想定外ですね。